皆さん、こんにちは。任期満了に伴う東京都知事選が7日に投開票が行われ、無所属で現職の小池百合子氏が前参院議員の蓮舫氏、前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏ら新人55人を破り参戦を確実にしました。カイロ大学卒業という学歴詐称疑惑が浮上したものの、結果としては3期目に突入することとなりました。しかしそんな小池氏の都知事当選ですが、バックについている自民党を通して統一教会に仮を作ることとなり、宗教利権が発生するとネットでは話題になっているようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ蓮舫氏や石丸氏を下し、都知事当選確実となった小池氏。小池氏は第一子の保育料無償化や無痛分娩への補助といった身近な政策を公約に掲げ、0から18歳の都民に月額5000円を支給する018サポートや高校授業料の実質無償化など2期8年の実績もアピール。選挙期間中も公務を続けて現職としての安定感を示そうと努め、無党派層を含め幅広い支持を得ました。2期8年の都政に対する事実上の信任投票となった今回は、強力なライバルと見込まれた蓮舫氏の参戦や学歴詐称疑惑の再燃などもあり、告示前は守りの選挙になることも予想されていましたが、過去に現職が敗れたことがない都知事選で現職の強みを生かし、水面下で支援を受けた自民公明両党などの組織も固め、 AI 百合子などの SNS 戦略も押し出し、勝利につなげました。2016年に所属した自民党を敵に回して戦った最初の都知事選では、イメージカラーの緑を接点に聴衆を巻き込んだ戦術で派手な小池劇場を展開し、291万票余りで圧勝。前回2020年は新型コロナ禍の最中の選挙戦でリモート中心の訴えとなりましたが、366万票余りを獲得し再選。今回は現職としての公務を優先する方針を示し、行政視察と名付けた公務は18回、告示後の候補者討論会を求める声もありましたが、小池氏の公務を理由に実現していないと蓮舫氏に暴露されていました。それでも陣営は公務優先の方針は崩さず、街頭に連日立ち始めたのは中盤以降、対決姿勢を崩さない蓮舫氏らと同じ土俵には乗らず、田中角栄元首相が唱えた伝統的な選挙戦術、川上戦術を踏襲し、八丈島から奥多摩を経て都心に近づく老練な戦法を取り、首都防衛を強く打ち出すなど、現職ならではの選挙戦術を貫いていました。一方、都知事選が近づくにつれ、8年前に打ち出した7つのゼロ公約について一部が未達ではないかと批判が広がり、所得制限なしの子育て支援策、018サポートなどの子育て支援策には強い支持が集まる一方、かつては小池氏自身がブラックボックスと批判した意思決定が自らに跳ね返り、今も反対論が根強い神宮外苑再開発など小池氏の手法への批判が拡大。前回に続いて告示直前に学歴詐称疑惑も再燃し、小池氏は再び否定に追われ、街頭演説ではやめろ帰れと批判的なヤジが飛ぶなど、これまでの小池氏の選挙では見られなかった光景が広がっていました。ポスター掲示板や政見放送など、さまざまな混乱でカオスと呼ばれた異例の都知事選を勝ち抜き参戦された小池氏ですが、これまで以上に有権者の厳しい目が注がれ、小池氏には本人が否定してもなお国政転身の見方が消えず、今後の国政の展開次第では再びそうした憶測が出てくる可能性もありますが、支援を受けた自民党は裏金事件で逆風の最中にあり、これまでのような待望論が出るかは不透明。永田町関係者は、今回の都知事選を通じこれまでほとんど顕在化しなかったアンチ小池の多さが明確になった、もし都政を投げ出すようなことがあれば求心力もなくなるだろうと述べ、
任期中の国政転身説には否定的な見方を示していました。小池氏は当面知事選で訴えた政策の実現を優先させることが求められています。ロマンザ、今回の都知事選にネットでは小池氏の参戦は現職の強みと2期8年間のキャリアと功績が多大であったかと思います。しかし小池氏は4年後には75歳になりますから続投は無理だと思いますので、世代交代の時期であるべきで、次期都知事選では絶対に新進気鋭の若き石丸伸二氏が都知事になるべく布石を打っていただきたく、勝因につながりますようにエールを送りたいと思います。得票数が過半数取れない見込みであるのをどう受け止めるかですね。少なくとも4年前よりも影響力が低下してきているのは確かです。これで国政なんて言ったらそれこそ総スカンでしょう。あとは都知事になびいていたマスコミの姿勢が変わることを期待したいなどのコメントが上がっていました。4年前ほどの勢いはなかったにせよ、都民が小池氏を見たび都知事に選んだのは事実。蓮舫氏も石丸氏も検討したことには違いないのですが、首長選挙では現職が有利、4選以上となってくるとほぼ必ず多選批判が起きますが、小池氏はまだ3選目、やはり現職の壁は厚かったのです。カイロ大学卒業への疑惑は今回も熾烈で、小池氏の側近がかなりの証言を暴露し、公選法違反で刑事告発もなされました。週刊文春の数字の砲撃でも結果として小池帝国は揺るがなかったと言わざるを得ません。アウフヘーベン、ワイズスペンディング、サスティナブルなどなど、小池氏がこれまで放った横文字の数々はどれも具体的でなく、小池氏が2期8年で唱えた7つのゼロは全て未達成。コロナ禍での3密回避、夜の街や飲食店への自粛要請はいずれも非科学的で、とりわけ飲食業界に大打撃を与えました。科学より精神論が優越される抑散的自粛ムードが東京発で日本全体を覆い、消費活動は今なお完全に回復したとは言えません。加えて16億円超を投じた都庁舎ライトアップは愚の骨頂。それでも都民が小池氏を選んだ理由は、東京が依然として日本において一番豊かだからでしょう。ロマンザ、さて、自民の自主的支援を受けていた小池氏、自民党の小渕優子選挙対策委員長は、我が党も支援させていただいたが、小池知事の2期8年の実績が多くの有権者に高く評価されたものと考える、3期目においても選挙で掲げられた諸施策を力強く前へと進めていただくことを期待し、我が党としても協力してまいりたいとのコメントを発表しました。また小渕氏は、今後の全国における選挙にも大きな弾みになるものと考えるとした上で、政治の信頼回復は未だ途上にあると感じている、改めて襟を正し改革に取り組んでまいりたいと意欲を示しています。ですが、小池氏の当選で自民党を通して統一教会に仮を作ることとなり、宗教利権が発生するのではないかと話題になっており、ネットでは統一教会と創価学会の組織票のバフで小池百合子が確実、8年かけてクソダサい都庁を照らして50億中抜きしたあれが自民のタヌキが民主主義、民主主義ね、洗脳独裁国家ですな、都民の声虚しく、いな、投票率が上がったならば日本の変革の一歩目と呼べるでしょうね。いつか来る日のために不正に決まってんでしょ、統一教会とズブズブ日本会議に前回の選挙活動の小池百合子のトップ当選の不可解、結局利権ファーストの小池が勝ってしまった、民主主義の負け、利権組織、統一教会の勝ちですなどの声も溢れています。旧統一教会は選挙運動を支えるボランティアとして信者を送り込み、多くの政治家と関係を築くことに成功しました。選挙のたびに確実に戦力になってくれる旧統一教会は多くの政治家に重宝され、選挙に欠かせない存在になったのです。
岸信介元首相の時代に始まった。旧統一教会と自民党の関わりは安倍晋太郎元外相を経て安倍晋三元首相へと引き継がれました。自民党はもともと自由党と日本民主党という2つの政党が一緒になってできた経緯もあり、実に様々な思想を持つ政治家が集まっている組織です。安倍派に代表される保守派もいれば、岸田首相につながるリベラルな政治家もいます。旧統一教会や国際勝共連合が接近したのは自民党の中でも保守的な勢力である清和会安倍派でした。2015年、旧統一教会は世界平和統一家庭連合へと名称を変更しました。ようやく名称変更が認められた。2015年は第二次安倍内閣時代、当時の下村博文文部科学大臣は安倍派の重鎮下村氏をめぐっては旧統一教会の関連団体から推薦状を受け取ったこと、選挙の際に旧統一教会や関連団体のボランティアの協力を受けたことなどが報道されています。旧統一教会との関わりを指摘された際、名前が変わっていたからわからなかったと主張した政治家もいます。現段階で確定とされていますが、疑惑や憶測が止めどなく出る小池氏、3期目に入る前にまずは自身の不透明な疑惑を解消することが優先なのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。